どうも、くまです。今回は2ピックのチケットがまた手に入ったので2ピックやっていこうと思います。よろしくお願いします。まあ2ピックね、未だ5勝したことないという、まあかなりね弱いので。おー、バハムート取るでしょこれは。あーいいね、右にしましょう。あー、渾身が欲しいなー。パシがいらないなー。カースとパシ交代してくれればいいんだけどな。まあ、いいでしょう。渾身取りましょう。これは左取りましょうか。あー、ブリッツランサーいいっすねー。でも、食いぶれもなー、良いんだよなー。ちょっと、いやー、忍者マスター。うん、こっちにしようか。ああ、これは左っすね。ニコスを、やっぱり多めに欲しいっすよね。カイザーがいい感じだけど。まあ、ヒーリングエンジェル取るか。オーレスいいっすね。オーレス取りましょう。セジコマ来た。これは左でしょう。これちょっと使い勝手悪いよな。スペルカード取ってみますか。旋風陣があるけど、やっぱりここはフロフェンでしょう。あ、これは左っすね。どっちでもいいな。まあ、1コス動けたいから、ゴブリンでも取ってみるか。ソードウィップスメイジはな。忍者マスターの方がいいかな。バハムート2枚来てんぞ。はい、こんな感じです。1コスがまあゴブリンしかいないというちょっとね弱い状況ですね。この子もあんまり使えないけど、まあこのバハムート2枚が光るでしょう。それでは行ってみましょう。今回ね、初の5勝をやっぱり目指していきたいので、もうガチでいこう。まあいつもガチなんだけどね。さあ、なかなか対戦相手に、お、来ましたね。1戦目のお相手は、さあ来い。誰や。はい。おー、 B ランクか C ランクの方っすね。B ランクかな。よろしくお願いします。まあ234と動けるんで、まあ悪くないかなと。相手はドラゴンか。じゃあ高コストフォロワーバンバン出されるときついっすね。さあ、ゴブリンを引けるか。引けないね。ただ234,5,6となんか揃ってるな。作戦。勇猛たるは、いや、ここはオーセレスで展開していきましょう。隊長、任せてください。あ、ブリッツランサーいるんでフォロワーが出てきてもなんとかできるかな。作戦。準備はとっくにできてるね。おっと、まあこれはブリッツ出して、活路を開く。悲しみを立ててみせる。その首もらいます。微妙っすね。まあいっか。あんた強えな。なるほど、結構強いフォロワーが出てきたな。まあここは切っていきましょうか。若造よ、切り込む。まあ進化してもいいか。進化しちゃいましょう。これで決めます。ちょっと迷ったな。私は使命を切り込む。悲しみを立てて。活路を開く。
ちょっとフォロワーは残していきたいですよね。セジコマがいるんで。ファイター回転竜、ただ疾走を持つね。回転竜がファイター進化からのこの剣を信じるのみ。まあフォロワーを除去と。でフェイスに来るが、あ、ここでフロフェン引けたのはでっかいな。フロフェン進化して、我が忠誠は剥がれるか、休みを立てる、活路を開く。さあ盤面をとりあえずは制圧した。まあロイヤルらしい形ですね。みんなを守ろう。さあ守護、進化してくる。まあこれでフロフェン取られる感じですかね。でもう一体取られる感じか。なるほどな。もうバハムート来たんで、これは大きいっすね。もうこれは進化権全部使っていきましょうか。さあ残り8点。お互い進化権がない状態になりましたね。ハイドラか。ただ進化がないんで結構厳しいんじゃないかな。あ、勝ちましたね。契約を編む。オッケー、まずは一勝。まあロイヤルらしい展開力で勝てたのかなと思います。当然の結果です。さあ第2戦いきましょう。いやー今回5勝するぞ。マジで頑張ろう。バハムート2枚なんてめったにないからね。さあお相手はまたドラゴン。ただ相手はマスターかな。ん、違うか、 A ランクの方かな。ちょっとわかんないけど、まあ、死の教えは変えていいな。いいっすね。とりあえず2、3動けますね。さあ1ターン目。まあ1ターン目動けるドラゴンはほぼいないでしょう。さあ相手も動かない。指揮官がいるんで腹痛出しましょう。お、相手は動かない。であれば指揮官を出して殴りましょう。さあ何か出てきたが、うん、ここは進化権使って取ってきたいっすね。どうしよっかな。あー、どうしよっか。まあレオンガードを出して進化でいっか。わしは使命を切り込む。切り伏せる。生きてみせる。
ドラゴンウォーリアで20強っすね。これで決める。怪人と化せ。あとは任せたぞ。我が国のために。オッケーオッケー。であれば、ノーブルと戦場をかけましょう。行くぞ隊長。任せてください。進化していきましょうか。覚悟はいいですか。多分やられないと思うんで、この命が尽きるまで生きてみせる。ちょっとこのフォロワーは仕方していきましょう。相手は託戦あんまり使えてないんでね。さあ交換してくる。サラマンダーブレスで除去ですね。であれば、私がお守りいたします。まあ一応フォロワーを2体並べると。あーオールか。オール進化で二重強っすね。覚悟はいいか。もう怒ったほー。年貢の納め時かね。希望の光。はい、まだいいっすね。猛襲かけてオーレス出しましょう。行くぞ隊長。任せてください。さあバハムートがだんだん近くなってきましたね。グリムリーパーか。伝令使って引き寄せてくると。まあ、ブリッツ進化でなんとかなるか。うん、ブリッツ進化でいきますか。終わらせます。さああと4点が厳しいっすね。さあ怪剣竜が来る。これが私の果てか。うん、ここはシーフ出して。仕事だぜ。悲しみを立ってみせる。スカルドラゴン竜の怒りでフォロワーダメージと。で除去していきますね。サブリーダーゲルとか。まあここはバハムと行ってみましょう。さあ2体出てこなければなんとかなるが。ああワイハンか。なるほどね。さあ残り3点が厳しいぞマジで。さあアミュレット破壊だが、アミュレットはこっちないっすね。なるほど、残り1点まで行きましたね。とりあえずは我が旗に集え。無念です。さあやったー。いやーもうトップで出すしかなかったっすね。オッケーオッケー。当然の結果です。よっしゃー2勝目。じゃあ第3戦目いきましょう。いや、今のはマジで危なかったな。もう守護1枚でも引かれてたら終わってたな。さあ、第3戦目のお相手は、うわぁ、また AA か。どうぞ、覚悟を。
多いっすね。じゃあブリッツは残しとこうかな。まあいいっすね。まあゲルト、まあこれじゃここじゃない感があるけど、まあいいでしょう。わあ銃器強いっすね。銃器が降ってくる。じゃあゲルト出して、プリプリ、じゃあシーフ出して、まあ除去はもう相手に任せましょう。なるほど、そっちを交換して、フォックス、フォックス出しか。うん、じゃあ、さあ構えろ、若造よ、出して進化して、まあ交換してもいいけど、まあここは交換せず行こうか。うん、交換しとくか。ダークプリスト、ダークプリスト進化。救いの道は一つではありません。年貢の納め時かね。さあこっからが結構厳しいっすね。どう切ってくかな。普通に猛襲かけちゃってもありか。猛襲かけますか。さあ厳しいな、銃器、気高き距離で銃器が次のターンにまた出てくると。さあ6ターン目。いや違うな、ブリッツブリッツでいくか。いやシーフにしとくか。で次7ターン目。年貢の納め時かね。死の宣告を出す、厳しいな。これはプロフェン進化でいきましょう。戦場をかけましょう。終わらせます。やっと揺らってね。我が忠誠は剥がれることです。まだまっすぐに。オッケー、さあ死の剣宣告で2体消えますが、消えてほしくない2体が消えてしまったな。
くわうぜえ。あ、ブリッツ出しからの。まあ、レオで取れるんだけど。さあ構えろ、若造よ。五分も出しとくか。切り込む。その首もらいます。悲しみを取ってくれ。さあラスト進化を使って負けですね。いやー強えわ。お見事です。負けてしまった。いやー強いっすね。立ち回りがもう全然違うな。これで5勝ならずか。くー、5勝の夢が遠い。いや、猛獣打つタイミングミスったかな。うん、難しいな、今のは。さあ、次が、ビギナーですかね。どうぞ、覚悟を。まあビギナーロイヤルといえども別にカードが変わるわけじゃないので油断せずに行きましょう。くそー、5勝ならずか。遠いなマジで。さあ兄さんは勇猛たるノービスで攻めてきたいっすね。うん、まあ不屈でもいいか。ほう、なんか珍しいね。うん、ブリッツで攻めるか。忍者圧。なるほど。じゃあノービスで行きましょう。ミラージュフェンサー進化使ってきますね。反撃開始だ。そんな。じゃあこっちはシーフを進化させて。あんた、うまい。我が旗を目印に。任せてください。ただまっすぐに。砕けた。アドバンスか。うん、いいカードっすね。まあただナイトは出させてもらうと。隊長、任せてください。俺の旗が破れて。さあ6ターン目。確か。難しいな。シールドエンジェルからのなんかだとちょっと弱いか。うん、パシにしちゃいましょう。油断の剣、受けてみよう。覚悟はいいですか。僕はみんなを救うんだ。ただまっすぐに。悲しみを断つ。悲しみを断つ。さあ残り3点。
まあ、ナイトを除去して、さあ構えろ若造よ。あー、これは勝ちましたね。まだ騎士には痛い。任せてください。終わらせます。あー、勝ちでもないな。僕はみんなを救うんだ。うんうんうん、勝ちではないな。せじこま来たけどって感じだな。渾身打って任せてください。私の役目はここまでだ。まあ、シールドエンジェル出しといて、私がお守りいたします。悲しみを立ってみせる。さあ、1体でも残れば勝ちだが、もうシュー、全交換っすね。まあ、猛襲打ってヒーリングエンジェル出しますか。あなたの痛みを和らげましょう。死にたくなかったらどいてな。突進必殺か、これは辛いな。ミラージュ出しますか。私は王国の番人。アセンティック。さあ、こっから追い上げられるか。残り2点、削れずか。スプリッツ勝ったかな。危ないか。ギリギリ降伏します。オッケーギリギリだけど勝ったな。いやー、後半の追い上げパなかったっすね。当然の結果です。さあ、グラブルのコラボイベントもクリアできた。いやー、でも故障はしてないんだよな。まあ、これで勝ち越し決定ですね。まあ、とりあえず勝ち越せただけよかったか。うん。オッケーオッケー。せっかくならね、4勝してこ。ルピいっぱいもらえるし。さあ、マスターですね。ついに来たマスター。どうぞお覚悟を。光があなたを導くでしょう。さあ、高校なんで。123と一応揃ってますね。悪くない。1枚しかないゴブリンも引いてきましたね。じゃあ、ロイヤルらしいちょっと展開力を見せてきましょう。ペガサスか。シープ出してもいいけどな。まあ、ユーモータルでいいだろう。我が発露を開く。悲しみを立ってみせる。ヒーリングエンジェル。どうしよっかな。シーフ出して。簡単な仕事だぜ。
進化してこれで決めます。あんた運が悪かったな。我が旗を目印。悪いね。聞いて弟子の教えで活路を開く。悲しみを立ってみせる。ダメダメ。フェイスをぶん殴ってこう。スレッジで二除去か。これで決めます。ネグロ納め時かね。我が旗を目印。任せてください。俺の旗が破れて。ここは腹痛シーフでいきますか。簡単な仕事だぜ。で シーフ進化で。あんた運悪いね。悲しみを立ってみせる。活路を開く。暴れないで。僧侶で二除去か。で盤面考えると三除去っすかね。デジコマで攻めてみるか。私の策を信じるのだ。終わらせます。すでに勝利は計略を編む。悲しみを立ってみせろ。ダメダメ。交換してくわー、それは厳しいな。そうですか。まあいっか。今の突進させた方が良かったかな。ムーンアルミラージーリノ。会長、任せてください。さてじゃあ渾身打ってオーセレス打って激励を打って、さあ残り2点。まずは一体除去で回復されてベルエンカー。これが私の後か。ただこれで勝ちですね。ブリッツ出してオッケー。その首もらいます。悲しみを立ってみせる。悲しみを立ってみせる。オッケー。よし4勝。いやー4勝だけど5勝は届かなかったなー今回も。
じゃあ報酬受け取りましょう。ピコーン。スタンダードカードパックチケットと130ルピーですね。OK。それではご視聴ありがとうございました。